さん、こんにちは。水島消防署の救助隊です。ただいまから、レスキュー隊による訓練の方を展示していきたいと思います。本日、使う車両は、救助コンタクトといいまして、普通のポンプ車とは違い、水を出すことはできません。その代わり、交通事故などの救助現場で、活躍できる車両となっております。それでは、この救助コンタクトに乗っている、機材の方を実際に見せながら、ね、行っていきたいと思います。それでは、まず最初に、見せるものは、いわくスレッダーとカッターです。はい、こちらです。この救助機材は、交通事故で一番多く使われる、機材といっても可能ではありません。大きいハサミみたいなものがカッターです。もう一個隣にあるのがスレッダーといいまして、車両を広げたり、潰したりできるようなものです。実際、見てもらった方が早いと思いますので、車両の方をどんどん破壊していきたいと思います。まずは、運転席のドアを取っていきたいと思います。それではお願いします。午前の訓練で、なかなかドアが開かなかったので、しっかりドアが開くのか開かないのかも、皆さんで注目してみてもらえたらなと思います。普段の、救助現場では車が壊れているのでなかなかこういうふうに進むことがありませんけども、今日は、新車ということで車の方をあらかじめこのように壊していきたいと思います。先ほどスプレッダーで、簡単に車両の方を取ることができます。この後、スプレッダーを使いましてドアの方を押し広げて作業を行います。ある程度このスレッダーで押し広げられた感覚から今度はカッターを使い、車両の肘部分を破壊していきます。車両の肘は非常に硬い素材でできていますけども、このカッターを使えば、簡単に切ることができます。
なかなか壊れてない車両を壊すのは結構難しいことなんで、ちょっと手間取ってますけども、実際救助現場ではこういった壊れたところからどんどんこのカッターで、車両を切りながら救助していたりとか、
ご協力ご理解よろしくお願いします。以上で訓練の方を終わります。ありがとうございます。